れ様です。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。これプレゼント。やだ。これプレゼント。やだ、嘘でしょ。来た来た、これすごい嫌なやつ、うん、で、はい、これをね、はい、嫌いでしょ、辛いの。辛いの、そうですね、苦手ですね。嫌いだよね、はい、だから、はい、食べるのもちょっと苦痛かなと思ったから食べたくなるような話を持ってきました。ああ、なるほど。5分以内で食べてください。はい、その代わり5分以内で食べきれたらこれプレゼントしますとか。マジ？うん。やった。5分以内で食べきれたら今の画像のものをプレゼントしてもらえると。ちゃんと動画撮ってね。はい。うん。はい。撮ります。頑張る。はい。で、5分以内に食べきれなかったら、それはもう、食べ損ということで。はい、ということで、お湯を入れて3分。やってきました。麺はね、普通の匂いするんですよ。ペヤングをいつも食べる時の匂いがするんですけど、問題こっちですよね。完全に怖い。で、ちゃんとタイマーも用意してあるので、準備はバッチリです。まずはこれ混ぜていきます。怖いなぁ。辛いやつって基本的にかけてる時点で咳が出たりするじゃないですか。もうあれがね、本当に、なんか食べたくないっていうのがね、見えてたらごめんなさい。これマヨネーズとかかけちゃダメなのかな？絶対ダメだよね。ん？でも匂いはそんなに来ない。それか、あー、来た！わかります？唐辛子とかのめっちゃ辛いやつ嗅いだ時の、この目に来る感じ。うわー、来た。嘘でしょ、ここまでか。食べれないレベルじゃないのこれ。5分って本当にいける？めっちゃ怖いんだけど。まず、混ぜます。うわ、来たよ。匂いやばい。すごい怖い、これ。辛いな、匂いが辛いな。でもね、二郎さんも見守ってくれてるからね。頑張るんです、私。いやでもね、私最近辛いのちょっとね、大丈夫になってた気もするから、大丈夫だと思うんだよね。5分以内。頑張るよ。よし。じゃあ、混ざったので食べていきたいと思います。喋れなかったらごめんなさい。まずタイマーね。それでは、スタートです。よっしゃ。ダメかな？ダメだよね。やばい。舌が痛い。ねえ、一口でこれだよ。大丈夫？めっちゃ熱くなってきた。でもね、頑張るんだ。おじいもあれ。もう泣いてやるんだから。唇も痛い。やばい。でももう、やばいよ。1分過ぎちゃった。一口しか食べてないのに。こういう時は味わっちゃダメだよね。頑張る。ちょっと黙ります。吸っちゃダメだ。吸ったらやばい。吸ったら完全に辛いのが来る。2分過ぎちゃった。
痛いよ。めっちゃ痛い、めっちゃ辛い、もう本当に涙出てきた、やばい、頑張る。やばい、あと2分だ。食べきれるのかな。めっちゃやばい。顔赤くない？やばい。本当に泣けてきた。めっちゃ痛い、これやばい。本当に痛い。辛いの好きな人はこれ絶対いけると思う。だから多分ね、ナスさんはこれ好きなんだよ。絶対好きなんだよ、絶対好きだぜ。本当に痛い。泣けてくる。頑張る。よし、やるぞ。あと1分しかない。あと1分。こんなわけ、やっと根性だ。やってやる。待って、一応食べたけど、食べれたうちに入る？とりあえずナスさんに聞いて。はぁ、あ、本当に痛い。OK かどうか確認してみます。とりあえずシャメ撮って動画も送って、喉痛いよ、頑張ったっていうことを伝えてみます。よし、では、任務完了です。